タケやった。嘘だ。いやどうも、ミンタと申します。今回もミンタのアルティメットスクイック戦記シャープ9をね、撮っていきたいと思います。やっていきましょう。1週間分のスプラトゥーンがちょっとめちゃくちゃ下手くそでも許してほしい。前回の動画も下手くそすぎるだろ俺っていう動画だったのに、また今回も下手くそっていうね、まあ、スクイックタイムは勝てます。ういやそう、マイクをちょっとね変えたっていうか、ちょ設定を変えたので、もしねイケボに聞こえてたら高評価お願いしますね。あとは早すぎだろ。さよなら。あと今日今深夜の11時だから、あんまり大きな声出せないんだよね。もう少しやっぱね、うわーとかやりたいんだけど、ポストに、声がうるさすぎます。気をつけてくださいってのが入ってて。ちょっと、気をつけなきゃなと思っててさ。そう、マイクを変えた理由もそうなんだよ。ちょっと声が大きめに出るようにしないと深夜とか撮れないから。え、そっち!おー、マジかよ!一人暮らしとかしてるとさ、うるさいと壁ドーンってされんの。オッケー、完璧。スクイックタイムは余裕よ。スクイックタイム敗北したわ。オッケー、スクイックやって。いや、相打ちか。久しぶりにやった割にはそんなに下手くそじゃなくない?オッケー、いいね。はい、うまい。これいけるぞ。ノイスは?さーて、10キルいったかな?え?俺数数えられなくなっちゃったのかな?はい、2戦目ですね。ガチエリアの X パー2420ザトウマーケットですね。なんか俺、動画を見てて思ったんだけど、ねって言い過ぎじゃない?今度さ、ねを3回言ったら、即終了ガチマッチやるわ。冒頭の2秒とかで終わりそうだけど、まあ、そこは置いといて、まずとりあえず3連勝するわ。え、ラグくない?なんか。はい、うまい。わかる?今、一度こういう風にこう、スパッてやる。このね、ステップが大事なんだよね。ギャップ萌え的な。は、竹の端子は一発じゃ倒せないこと。スクイクの端子は当てなきゃ倒せないこと。もう、何やってんの今の。最悪だろ。ゆっくり行こうぜ、北海道。いやー、いいプレッシャー、いいね。ナイススペシャル合わせ。X パー2400体だと、スペシャル合わせとかができる人が増えてるからさ、マジかっこいいと思う。まあ、ちなみに俺はできないんだけど。オッケー、いいね。ここ、こういうの大事。竹やった。嘘だろ!なんなんだ今の!ちょっとスプラテンやめるわ。もう終わりだよ。あれやられたら。うざいことしてくるわ。え?お。おー、1枚やったからオッケー。やばい、ここにいる。ね。オッケー、1枚やった。これ俺が寿司が倒せなかったのが敗北の原因かもしれない。いや、まだ諦めないけどね。1枚やって。絶対負けねえ。俺たちの心はまだ死んでねえ。なんでだよ。視野広いだろ、敵。視野角4万か。この人は超上手い人だ。待って、これ、エリア取れ!あ、エリア取れなかった。なんよ。3連、くそー。はい、ということでやってまいりました。3戦目、ザトウマーケットガチエリア X パー2260。いや、前回の試合ちょっと不甲斐なかったから、今回は頑張っていきたい。10キルは目標にしたいよね。なんか1枚やった。ラッキー。ここね、最強ポジションだったりする、実は。あれ、俺の最強ポジションどこ?危な。スピナーの人うまい。スピナーの人めっちゃうまい。スピナーの人天才だわ。遠いな。おっぷねえ。落ち着いて俺。まあ、ここからよ。まだね、うまいとみんなに思わせられる可能性はまだあるさ。1キル。遠い。やばい、またマイク、マイク顎で触っちゃった。ごめん、俺の顎の皮膚の音が。オッケー、いいね。シールドの終わり際を狙えば結構うまいこといく説あるな。いや、待って。風呂、見てたか。ナイス様しっかり押して。待って、ナイス様。これはまずい!取れろ!よし!ナイス、ナイス玉!やったぜ、味方さんありがとう。俺今回何、今回も何もしてない。あー、強い!強い!助かる。すいませんでした。最近10キル取れてないよね、全く。精進します。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。